舞い上がれ、伝えたい思い、第92回、93回予告です。お気軽にコメントくださいね。舞が出勤の支度をしていると、かつて高かしから送られてきた短歌が目に留まる。舞は前日に来るみに告げた高たしへの気持ちを思い出すが、それを振り切るように仕事へ向かう。昼食をめぐみたち。 岩倉の社員たちと梅津で撮っていると新聞記者のみそのと出くわし岩倉がみそのから取材を受けることになる第93回予告です舞はくるみとの夕食の席で秋月文子から言われたことを打ち明けるとかしに対してできることを探すようにそれが舞と励まされる一方かしは 秋月文子が見守る中出版社の編集者劉宝城に新たに作った10種の短歌を見せるしかし劉宝城から帰ってきたのはこれではダメだという厳しい批評だった